コバホーライシダは、ホーライシダかホーライシダ族に含まれるシダ植物の一種で、ある。別名、カラクサホーライシダとも呼ばれる。細かに枝分かれして、断線状のコバをつける姿が美しく、温室で栽培される。日本にも自生がある、ホーライシダもよく栽培されるが、本種の方が、より多く栽培され、また、園芸品種も多く出回っている。 学名アジアンタム・ラッティアヌムの種小名は、イタリアの植物学者であるラッティにちなむ。以前は、永久にアトムの学名が用いられた。和名としては、唐草イシダの名もある。園芸分野では、単に、アジアンタムで流通することも多い。熱帯アメリカが原産である。根茎は、ごく短く、横に這い、分岐する。葉は、二回浮上複用から四回浮上複用で、 多数が互いに接するように出る。陽心は長さ15から30センチメートルで、外形は長三角形から非心状乱形をなす。小照片は線状で、基部はくさび型。葉脈は葉の円にある巨子の凹みに達する。偽宝膜は円陣型で、葉にある切れ込みの底の部分にでき、放射能群を包んでいる。日本にも自生がある、宝来枝は本州。 コバホーライシダとよく似ている。本来の分布域は四国、九州から南であるが、それ以北の地でも栽培品の一室によって野外で見られる場合がある。ホーライシダでは小右辺の基部が小右辺の基部が広い、くさび型となっており、コバホーライシダより幅広い形になる。また葉脈は虚子の先端に達し、偽方膜は右辺の裂辺の先端に一つずつつついている。 観賞用に栽培され、日本でアジアンタムの名で市販、流通しているものは、ほとんどが本種に属するものである。日本には、明治の中期に持ち込まれたもので、性質は強権で栽培は容易であるが、越冬には最低で、摂取5度が必要である。原種のままのものも栽培されるが、たくさんの園芸品種が知られる。AB ヨネクラ工事、カジタタダシ。 アジャンタムラドヘナムシープレスル。BG プランツワミョウ学名インデックス。2021年3月30日閲覧。ABCDEFGHIJK ドバシユタカ 1992P107 園芸植物大図鑑はこちらを標準としている。園芸植物大辞典 P68 以下、主として園芸植物大辞典。 P68 園芸植物大辞典。P66 園芸植物大辞典。P68 園芸植物大辞典。P68 ホンダ他。P757 園芸植物大辞典。P68。ありがとうございます。